北前船。北前船とは、江戸時代から明治時代にかけて、日本海海運で活躍した、主に海積みの北国海戦の名称。海積み海戦とは商品を預かって、運送をするのではなく、航行する、選手自体が商品を買い、それを売買することで利益を上げる海船のことを指す。当初は、大見商人が主導権を握っていたが、後に選手が主体となって、 貿易を行うようになる。上りでは、津島海流にこうして、北陸以北の日本海沿岸諸港から下関を経由して、瀬戸内海の大阪に向かう港下りは、この逆及び、この航路を行き交う船のことである。西回り航路、西巡る海運の通称でも知られ、航路は後に、江戸地、北海道、樺太にまで延長された。機内に至る水運を利用した、物流、 人流ルートには、古代から瀬戸内海を経由するものの他に、若狭湾で陸揚げして、琵琶湖を経由して、淀川水系で、何は津に至る内陸水運ルートも存在していた。この内陸水運ルートには、日本海側の若狭湾以北からの物流の他に、若狭湾以西から、津島海流に乗ってくる物流も接続していた。この内陸水運ルート沿いの京都に、 室町幕府が開かれ、機内が、経済だけでなく、政治的にも、日本の中心地となった室町時代以降、若狭湾以北からの物流では、内陸水運ルートが主流となった。江戸時代になっても、経済面で、上方、京都や大阪の存在は大きかった。例年七万国以上の米を、大阪で換金していた加賀藩が、官営十六年、百三十九年に、 兵庫の北風家の助けを得て、西回り航路で百国の米を大阪へ送ることに成功した。これは、在地の流通業者をつなぐ、形の内陸水運ルートでは、大津などでの米差し引き量の関係で割高であった、ことから、中間マージンを下げるためであるとされる。また、外目での船の海難事故などのリスクを含めたとしても、内陸水運ルートに比べて、 米の損失が少なかったことにも起因する。さらに、各藩の一円地業によって資本集中が起き、その大資本を背景に大型船を用いた国際貿易を行っていたところに、江戸幕府が鎖国政策を持ち込んだため、大型船を用いた流通ノウハウが国内流通に向かい、津島海流にこした航路開拓に至ったと考えられる。一方、漢文十二年。 1672年には、江戸幕府も、当時天領であった、出羽の米を大阪まで効率よく大量輸送するため、河村瑞賢に命じたこともこの航路の起こりとされる。前年の東回り航路の開通と合わせて、西回り航路の完成で、大阪市場は、天下の台所として発展し、北前船の発展にもつながった。江戸時代に北前船として運用された船は、はじめは、 北国船と呼ばれるコンゲソウ、搬送圏用の和船であった。18世紀中期には搬送専用で、経済性の高い和船である、弁済船が普及した。北前船用の弁済船は、18世紀中期以降、東海船などの標準的な弁済船に対し、学術上で日本海系として区別される、独自の改良が進んだ。日本海系弁済船の特徴として、選手、 線尾の反りが強いこと、根棚、カジキと呼ばれる、原則最下部の板がこう、船底剣流骨並みに厚いこと、張り部材の内中船張り、下船張りが統合されて、こうに接した、肋骨風の配置になっていることが挙げられる。これらの改良により、構造を簡素化させつつ船体強度は、通常の弁彩船よりも高かった。通常は年に一公開で、 に公開できることは稀であった。こうした不便さや海難リスク、航路短縮を狙って、針馬国の市川と田島国の円山川を通る、航路を開拓する計画、柳沢県らが推進や、由良川と保津川を経由する案が出たこともあったが、様々な利害関係が介在する複数の領地を、またがる、工事の困難さなどから実現はしなかった。明治時代に入ると、 一隻の船が年に一公開程度しかできなかったのが、年に三公開から四公開ずつできるようになった。その理由は、正木藩の入港制限が撤廃されたことにある。スクーナーなどの西洋式帆船が登場した影響と、する見解もあるが、運航されていた船舶の主力は、西洋式帆船ではなく、在来型の弁済船か一部を西洋風に改良した愛の小船であった。 明治維新以降の封建制の崩壊、廃藩地県や電信、郵便の登場は、各種商品相場の地域的な価格差を大きく、減実させ、一獲千金的な意味がなくなった。さらに、日本全国に鉄道が敷設されることで国内の輸送は鉄道へシフトしていき、江戸期以降続く北前船の形態は消滅していった。その後も、北前船の選手たちは、 小樽や函館などを主な気候地として、北海道の西を主な積み荷として、北陸と北海道を結ぶ北前船によく似た航海を明治後期頃まで行っていた。日露戦争において、ロシア海軍の水雷艇が北海道沖の日本海を航行中のウコン化所有の弁済船、ヤワタルを打歩、撃沈した記録も残っている。北前とは、髪型の人間が、 北陸など日本海沿岸の北国方面を指していう、歴史的地域名称であり北国の物資を運んでくることから北前船と呼ばれた北陸では北前船のことを弁済船と呼ぶがこれはもともと瀬戸内海で発達した弁済船が北国と上方を瀬戸内海で結んだ西回り航路の発達によって日本海沿岸にも進出していき前世紀の 北前船の力となったことから。一年一航海の場合北陸など、各地の北前船の船員は、大阪から徒歩で地元に帰って、正月を迎え、春先に、また徒歩で大阪に戻ってきた。下りに、北国方面に関しては、以下の通りである。上りに、機内方面はほとんどが海産物で、下りにほど種類は、多くない。二神化す。 商品作物栽培のための肥料、数の子、磨き日芯、星生子、昆布、星花など。特に昆布は、大阪から、薩摩藩を経て、琉球王国経由で、中国、清市にまで密輸出された。富山藩には、薩摩組と呼ばれる、担当の部署があり、中国からは、漢方薬の材料を輸入して、富山の売薬を支えた。北海道、越中国、薩摩国、 琉球、沖縄、清までのルートを現外ではコンブロードということがある。北前船の往来は周辺地域に大きな影響を与えた。一つは周辺農村の生産力の増加である。積み荷の中には冬の間の農管期を利用した副業、プロト工業化によるものもある。それらの需要が高まるにつれ商品が優先的効率的に生産された。 もう一つは、造船産業の発達という可能性で、気候地が船修理、船建造の作事を任されていたという。これらのことが、周辺地域にも流通面を超えた影響を及ぼしたと思われる。また、気候地周辺では、近畿の文化が伝わり、言葉、食文化等に影響が見られ、本州日本海側における文化の伝播役としての割りもあった。 江戸期の百科に記載された大阪から欧州、多南部間の回路の地名は次の通り。大阪、尼崎、西宮、兵庫、須馬、鳥崎、番州赤石、江崎、江川、崎、高砂、亀島、倉掛、室津、赤尾岬、佐古市裏、備前大田岳市、大田府、牛見学新、牛松、寄席崎、犬島、手崎、牛尾通、千代と、押し、 日比、下津井、微中水島、微後白石、とも、あのー、アブ桃島、江崎、目、ガ目狩、めかり、秋の内、ただふみ、ただみ、高崎、当選、ひもんとまり、高飛び、がまかり、亀首、亀が、首、かりょうと、つわの、すおゆう、かむろ、かみのせき、くらし、そうし、むろずみ、むこうじま、はなか、いわや、まるお、みずさき、 三崎、長戸本山、友崎、江崎、下関、品子、品子、湯、瀬戸崎、萩、須佐、甲子、岩見浜田、森府、古府、伊之室、伊之津、伊出も売る、売る、売る、か、吉見、美穂関、美穂の関、とまり、稲葉下流、軽、田島諸崎、柴山、朝日、夕日、大座、丹後京崎、宮津、奈良、若狭、小浜、 常上、か浦、にうら、たていし、いりょ、えち三国、つるが、こうの、めら、さんこく、こりきり、かがあたか、もとよし、みやこし、のとあぶや、ふくうら、いきしゅ、じま、しおず、かしわざき、いずもざき、にいがた、せなみ、ではネズミ関、ネズノのせき、かも、さかた、しょうとうつ、ほんじ城、奥州津と、深浦、がしま、としろ、 アジサは、あっちが、サは、ことまり、今別ち、アカネザーは、田辺、田辺。タナブ日本海航路で海運を行った船のうち、競技に、北前船と呼ばれるのは、日本海在地資本によるものに限る見解もある。この見解によれば、高田や貨幣のような情報資本で、日本海航路で海船を運した場合は、北回り地船として区別する。以下では、 講義の北前船に関わった選手を挙げる。太平洋戦争後、日本の経済、人口の中心が太平洋ベルトに移ったこともあり、日本海側各地域にとって北前船はかつての繁栄の象徴として誇りの対象となっており、観光や地域おこしに活用されている。関連する博物館なども多くあるほか、口述、道のくまるのように復元された。 搬送可能な和線もある。石川義宮新田義和、平田牧場会長らの呼びかけで2007年以降、北前船気候地フォーラムが開かれている。2017年には、文化庁により、日本遺産の一つとして、荒波を越えた男たちの夢が紡い、異空間北前船気候地、選手集落に、北海道から福井県までの7道県11市町が認定された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。